こんにちは、工場長です。皆さん、春ですね。楽しんでいますでしょうか。ということで、今回は春そんなに関係ないんですけども、やっぱ春ってさ、新しい生活始まる方多いじゃないですか。そんな中、身だしなみって大事だと思うんですよ。ということで、今回はこちら、デデデン、ファッションデザインキット。わー。ということで、こちらなんと自分でファッションデザインして、それを作っていくというキットとなっております。自分でさ、書いて作るって憧れませんか？私、小さい頃ファッションデザイナーさんとかなってみたいなって思っていたので、そういうのを今回こちらで疑似体験していきたいと思います。セット内容がね、めちゃくちゃ可愛いんですよね。中に生地がいっぱい入っているみたいで、私服というよりは、まあ、見てのパッケージの通りドレス寄りのものなんですけど、果たして私はどのようなドレスを生み出すことができるのでしょうか。今回はこちらでドレス作り挑戦していきたいと思います。それではファッションデザインキット、早速開けていきたいと思います。 Amazon で買えるので、気になる方概要欄からリンク見てみてください。で、材料がなんかすごく豊富そうなんですよね。だからめちゃくちゃ楽しみなんですけど、わーお、すごくない？ドレス3つも入ってる。そして中身、いろんなパーツが入ってんのかな。見て見て見て、これポンポンだったりリボンだったり、デコレーション系のパーツとか、そしてこっちはリボン、すごいたくさん、キラキラ可愛いフリフリです。あー、そしてさ、これ針刺すやつじゃない、イチゴ型の可愛いやつ。そしてこれまたたくさん、見て見てリボン。わー、そして見てこれ、本格的でちょっとびっくりしてるんですけど、待ち針だ。若干これ子供向けに楽しむものなのかなって思ってたんですけど、大人も楽しめちゃうやつだ。クリップとかこういう小道具までたくさん入っています。針がさ、普通に入っててちょっとびっくりしました。こんな感じ、家に裁縫道具とかなくてもこのキットさえあれば挑戦できちゃうっていう内容ですね。で、あ、ハサミとか、ほんともうこれがあればできるんだ。よりプリンセス感を出させてくれるようなパーツ、ラインストーンも入っています。そしてこちら、デザイン帳、ドレスのデザインをここに書いて作っていくっていう紙ですね。そしてチュール、虹色っぽいのとか、お星様、桜っぽいのとか、これもすごいですね。いろんな種類入っています。素敵。そしてこっち側は布系ですね。こっちもいっぱい柄が入っています。あ、かわいい花柄。おう、ポップなドット柄、アニマル柄、いろんな素材のいろんな布が入っています。とレース系ですね。すごくない？すごいセット内容。こんな感じでセット内容めちゃくちゃたくさん入ってました。それではデザイナーさんになった気持ちでお洋服作りやっていきたいと思います。とりあえず簡単になんですけど、デザインの方をしてみました。まず1着目、ふんわりとした可愛いドレス、ピンクベースで作っていこうかなっていうのと、2着目、ちょっと大人っぽいこうマーメイドチックなラインのドレスにしようかなっていうのと、あと3着目、これまたふんわりドレスなんだけど、最初のやつより丈長めでボリューミーな感じで、そしてこっちはブルーっぽい爽やかな色合いで作っていこうかなと思います。ということで、まず1着目こちらのドレスから挑戦していきたいと思います。こういう洋服作りって少し難しいイメージあるかと思うんですけど、今回こちらのトルソー少し工夫がされていて、後ろ側がこんな風になってるんですよ。背中部分が穴開いていて、なんかね、こう柔らかくて普通にプニプニしてる素材がジグザグになってるんですよね。だから普通の洋服作りみたいに型紙にとらわれずに、好きな布を例えばこんな感じでぐるぐるっと、表から見たらこんな風にしたいっていう感じのところに布を持ってきて、そして後ろでもちろん縫ってもいいんですけど、それが苦手っていう方はここに布を挟み込んで留めていくこともできるようになっています。だから本当難しいところは排除して、本当に自分の作りたい形に布を置いて作っていくっていうような感じなので、何かに着せ替えて遊ぶとかはできないんですけど、初めての洋服作りだったらこういうのから始めてみるのもとても楽しいんじゃないかなと思います。まず1着目、ピンクベースにしていきたいので、上半身をこのピンクのキラキラでやっていきたいと思います。こんな位置かなっていうところに布を巻いて、そして背中に挟み込むのにこういうヘラがついているので、これでヒュッと
キュッと、あ、すごい、こんな感じ、めっちゃ綺麗にさできますね。このトルソーに合わせて作っていくっていう感じだから、洋服作りが気軽に楽しめる。おお、なんかすごくない？めっちゃ綺麗。結構型紙を起こしたり、型紙に沿って布を切るって私にとってはさ、ちょっと大変な作業だったりするんですけど、その大変な作業がなく洋服が作れるっていういいとこ取りなキットですね。続いてスカートの方、このチュールをクシュクシュってしたやつをくっつけていきたいなと思うので、まずこれにギャザー寄せていきたいと思います。針に糸通したので、だいたい5ミリぐらい間隔かな、2、3ミリぐらい間隔かな、適当に並縫いしていきます。ギャザーを寄せたチュールができたら巻くようにして後ろで縫い付けたいと思います。もう一個入れていいかな、これも可愛いけどさ、ちょっと待って、少し物足りなく感じたので、ピンクのチュール、ギャザー寄せたやつを先にここに縫い付けたいと思います。できるだけプリプリに可愛くしたいなと思うので、上からこれをくるっと巻いていきたいと思います。めちゃくちゃボリューミーになりました。もう一個、このトップスと同じ生地のやつをスカートギャザー寄せたの作ったので、これも巻いていきます。可愛いフリフリ見えるように、前の方は開くようにこんな感じで留めていこうと思います。ドレスの形こんな感じで出来上がりました。あとはここにデコパーツとかつけてデコレーションしていきたいと思います。ウエスト部分に可愛いパールのやつを巻いて、最後にということで1着目完成しました。デザイナーこじょこによるメルヘンドレスです。紙にデザインしたのとちょっと違うんですけど、作ってる最中にこうした方が可愛いかな、こういう風にしたいなっていうのが出てきて、このような形となりました。ほんと型紙がなくて自分のなんか思うように形を作っていくっていう感じなので、すごい気軽に作れてとても楽しいですね。型紙で切って作っていくと途中で変更とかも聞きにくいんですけど、これはなんか付け足したいとか、もっとここを切っちゃいたいとか、そういうのも後で調整できるので、とても気軽に楽しく作れるかと思います。ということで続いて、もうちょっと今回は大人っぽいやつ、マーメイドラインの綺麗なドレス作れないかな、やっていきたいと思います。まずはスカートの方から作っていきたいと思います。ギャザーを寄せたレースを用意したので、これを貼り付けていきます。そしてこれの上の方もちょっと大まかに5ミリ3ミリとかそのぐらいでギャザーを寄せていきます。そしたらそのままこのトルソーのウエストラインに合わせて留めちゃいます。こんな感じでつけていきました。そしたらちょっと柄でいかつい系のやつをワンピースみたいにする勢いでこんな感じで固定していきたいと思います。さっきと同じように背中の方にグイッとこれを入れ込んで、ウエストラインが綺麗に見えるようにリボンを結んでと、そしてここのスカートの切れ目から黒のレース出てたいなと思ったので、この辺にちょっと貼り付けて黒のレースがちら見えするようにしたいと思います。2着目出来上がりました。こんな感じです。なんか思ったよりちょっとマーメイドらしいマーメイドにはならなかったんですけど、すごい大人っぽいエレガントなドレスになっているのではないでしょうか。最後3着目、まずトップス、こちらのキラキラブルー系でつけていきます。後ろの方をキュッキュッと挟み、これでトップスできました。そしてさらにギャザーを寄せたこれと同じ布、これをスカート部分に巻きつけていきたいと思います。ドレスの大まかな形ができてきました。そしたら次はチュールをなんかこう天女様みたいな、こうふんわりこういう感じにしたいんですよ。この形を保ったままリボンで結びたいと思います。可愛いんじゃないかな。そしてこの辺ちょっとアクセントにラインストーンで可愛くしたいと思います。3着目完成です。天女様風な感じのイメージを持って、あとちょっと色味も空っぽい感じにしたいなと思って水色ベースで作ってみました。ということで今日はファッションデザインキットで
ドレス作り挑戦していってみました。いかがでしたでしょうか。なんか裁縫要素はもちろんちょっとはあったんですけど、裁縫というより工作要素の方が強い内容だったんじゃないかなと思います。自分の思い描いているデザインを形にしていくっていう感じでとても楽しかったです。きっと自分で想像した服とか作るの憧れてるのは私だけじゃないはずなので、よかったら皆さんも自分で思い描いた服作ってみてはいかがでしょうか。そんな感じで本日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。今日はこれで終わります。バイバイ。